生き生きとした笑顔が魅力的な近藤陽子さんと内田豊造さん、お二人は認知症の診断を受けています。2021年7月、愛知県は近藤さんと内田さんのお二人を愛知県認知症希望大使として委嘱しました。ご自身の体験や希望などを語り、認知症と共に生きる姿を発信していただくことで、多くの方々を元気づけ、認知症の正しい理解を広めることを目的としています。皆さんは認知症と聞いてどんなイメージを持つでしょうか。何もわからなくなる、何もできなくなるといったイメージを持たれる方も多いかもしれません。お二人はご自身のありのままの姿を通して、こういったイメージを変えていきたいと話します。そうですね、認知症ってね、本当に怖い病気って皆さん思われてるし、また当事者のね気持ちっていうのをまだよく分かってらっしゃらないと思うんですね。だからそういった皆さんの偏見だったり誤解を、そういう壁を取り外したいなって思ってます。近藤さんは40歳頃から水道メーターの検針員として働き始め、仕事にやりがいを持っていました。しかし51歳の時、若年性認知症と診断を受けます。水道メーターの検診をしてて、いつも伺うお宅なんですけども、水道メーターが分からないっていうか、みんな一軒一軒お宅によって水道メーターの位置が違うんですよね。それで時々混乱が生じちゃって、あれっていうのがあって、でお客様にお聞きして、水道メーターの検診ですけど、どこにメーターございましたかねっていうことを質問すること自体、私がおかしいぞと思って、でもまあそれしないことには仕事が進まないので、でそういうのがちょっと度重なっちゃったっていうところから最初は始まりましたね。お水道メーターの検診をやっぱりおかしいおかしいって言って始末書をいっぱい書いてたもんで、どうしてこんなにね仕事ができるできないの前に、その人の能力が高い高くない前に、人としてお約束の時間にそのお宅に伺えなかったりとか、基本的なことがどうしてできないんだろうっていうのをすごく自分でできてたことができなくなってきてることに不思議に思えて、で自問自答してたんですね。でどこかに答えがないだろうかっていうこともあって、で先生に診断されてアルツハイマー型認知症って言われた時に、私の場合は答えが見つかったって、そうだったんだ、そうだったのかって、なんかすごくね納得できたんですね。その答えが求めてたわけじゃないんですけど、答えが分かったっていうのがすごく私は腑に落ちたんですね。塞ぎ込んだ時期もあったという近藤さん。そんな近藤さんを救ったのは、認知症の本人同士で集まる場所の存在でした。本当に、ね、仕事を辞めた時は本当に社会と縁が切れてしまった。もちろんお給料もいただけるんだけど、仕事にやりがいがあったのですごく楽しくて、その仕事がやれなくなってしまったっていうことがすごく辛かったんですね。だからそういう意味ですごい落ち込んでたんだけど、歩みの会に行きまして、みんなそうだという、みんなやっぱり仕事をね辞めさせられたり、まあ途中には今休職中って方もいらっしゃったんですけど、でもみんな仕事でつまずいてるって、そういうこともみんなとお話しできたことがすごく私にとっては、やっぱり私だけじゃなかったんだっていうのがね、すごいそこでね元気をいただきました。近藤さんは現在週に3日間デイサービスに通っています。近藤さんの活動サポートをしている伊藤敦史さんです。近藤さんの良き理解者として心の支えになっています。
そうですね、今活動としては講演活動がやっぱり今メインで、今いろんな講演会に呼んでもらって、で今陽子さんと実は話しているのは認知症の予防って話ではなくて、まあ、認知症になっても元気で生きていけるよ、過ごしていけるよっていうようなメッセージを伝えたいっていう本人が言うので、なんか昔は予防の講演が多かったんですけど、そうじゃなくて認知症になっても明るく生きましょうっていうような、いうようなプラスのメッセージを今すごい伝えているのは近藤さんにとってはすごく喜ばしいことだし、やっぱ実際この声を聞いた方々も久しぶりにこう認知症の声を聞いて前向きになれましたっていう声がすごいあるので、やっぱ近藤さんの力かなっていうのは思いますので、まあ、そういう活動が今一番メインなのと、あと今本人ミーティングって言って、ご本人同士でこう話し合って、まあ、若年性認知症になられた方に対して、まあ、陽子さんが少しお話を聞いて、少し自分の苦しかった思い出だったりとかっていう話をしながら元気にしていくっていうような活動をされてたり、あと今少しずつ始まったのが企業とのコラボで、まあ、企業が認知症の方に使いやすいものを、どんなものがあるっていうのを実際陽子さんたちに使ってもらったりして、それをまあ世の中の役に立てればなっていうような活動を今始めています。近藤さんが認知症を発症してからおよそ10年、生活の中のちょっとした工夫や周囲の方の支えなどによって前向きに生活されています。翌日の持ち物が結構忘れたりして、翌日履いてく靴に持ち物チェックじゃないですけど、例えば保険証だったり大切なものね、印鑑とかそういった持ち物に紙に書いて靴に入れといたりします。場合に間違ってね、乗り間違えたりして行ってしまうこともあるんだけど、友達と待ち合わせした場合はちょっとごめん間違えちゃったって LINE して一本電話なりして、でもまあしょうがないんだよなと思ってやり過ごしています。まあいいかって、はい、内田さんが認知症と診断されたのは75歳の時。思い出せないことが多くなり、かかりつけの病院で認知症と診断されました。道路を歩いとってもふと止まるじゃない、あれこれどうやったのって、これ困るんだ、正直やっぱりたまにある。ふらっと言ってあれどうしちゃったな、これ立ち止まる何回か、それはある。その後本当に考えた時に怖いわね、怖いわ。それこそ電話してちょっと来てくれってことになっちゃうんだよね。わしはどこにおるかわからんってことになる。だって気にしてもしょうがないですよね。治ることも問題ないじゃない、病気でも全てもそうだけどね、まあ、人それぞれであるよね。まあ一般的に一言で言えば気にしてほしくないよね。今患者さんもねなってる方も、あ、僕みたいな考えだった方がいいんじゃないかなとは思います。内田さんを1年前からサポートしている名古屋市北区西部生き生き支援センターの紀藤さんです。多分落ち込まなかったっていうのは、多分内田さん自身に認知症に対しての偏見がないっていうことだと思うんですよね。内田さんはなんか自分自身がこう認知症への偏見がない人だからこそ落ち込まなくて済んだというか、そういうことだと思うんですよね。だから実際その、まあ、僕に対してもだし、いろんな出会う人みんなに対してこうすごくこうフラットな人っていうか、なんかこう色眼鏡で見ない人っていうか、まあ、そのあたりが内田さんの本当にこう人柄であるし、でだからこそ自分自身もこう認知症になった時に診断された時にこう落ち込まなかったっていうことがあったんじゃないかなというふうに思います。内田さんの楽しみは一緒に暮らす犬や猫のお世話をすること。犬の散歩では毎日2回5キロずつ歩きます。そして周りの人とお話をすることが何よりの薬だといいます。この日は認知症の本人同士が集まる本人ミーティングにやってきました。今日は近藤さんも一緒です。本人ミーティングは自分の体験や思いを気兼ねなく話したり、
時には悩みを相談したりもします。この日は自分の気になる言葉が書かれたカードを選んで、どうしてこのカードを選んだのか発表する時間が設けられました。さっき自分の時間っていうのを伊藤さんが選んでたんだけど、最初私これ選んだの、実を言うと、もうね、外して旅の仲間っていうのを選びました。で、旅の仲間って、さっき私、紀藤さんに、あ、意味が深いねって言ったのは、これは単なる旅の仲間って旅行する仲間ではなくて、今回私と内田さん、愛知県希望大使に選ばれていただいて、選んでいただいたものですから、この旅っていうのは、設定の方で旅っていうふうに私は解釈しまして、旅の仲間、本当に、これから、もっともっと増やしていきたいし、もっともっとこの愛知県を良くしていきたいと思うので、日本から愛知っていうのをね、もっともっと宣伝していきたいと思うので、食べてください。はい、よろしくお願いします。高齢社会となり、今後認知症への理解はますます重要になります。地域全体でのサポートが大切です。認知症についての理解や応援の気持ちを表すオレンジリングをご存知でしょうか。これは各地域で行われている認知症サポーター養成講座を受講した方に渡されるものです。近藤さんや内田さんもこのリングをしている方を見かけるととても安心すると言います。皆さんも認知症理解の第一歩として参加してみてはいかがでしょうか。これだけ認知症の方が増えてきて、まだまだこう能力もね残ってて、やりたいこともいっぱいあってってなると、まだ働ける人も出てくるだろうし、そういう意味では企業さんとか行政さんそういうところのお力をね、もっともっとお借りして、本当にまた私たちが街に出ても分かりやすいような目印だったりとか、道に迷ってもあ、こっちにあるよっていう、そういった案内とか、そういう人に聞かなくても見つけられるような、そういったのを一緒に考えていきたいなって思ってます。はい、そうなっていけたらいいなって、はい、願ってますし頑張ります。はい、自分自身に負けないことやな、一言で言う、本人が前向きになって強気になって生きていく力をつけることには、これでそれしかない。だからみんな強くなりますってことでやるしかない、ね、そうじゃないかな。私たち一人一人が認知症を正しく理解し、自分ごととして捉え、支え合える社会を地域全体で作っていく、それが大使お二人の願いです。認知症のこと、私たちが発信していきます。